緊張って自分がどう見られてるかで意識すると緊張するらしくって、テストとかは緊張しますよね。はい、そうです。今日は第29回岡山県理学療法士学会に今向かってます。理学療法士として、学会発表っていうのは年に1回か2回はしたいなと思ってデータ集めたりとか文献読み漁って毎日1文献っていうのは欠かさずやってるんですけど、やっぱりね、研究っていうのも、追求する上でもいいですし、自分の、やってることっていうのが、どんな感じで世間と乖離があるかだったりとか、まあ世間と合ってるかなーって、ちょっと視点が違うかなーとかもしっかりこうやって確認していくっていうのは僕としては楽しいところなので、学会発表っていうのも続けていきたいなとは思ってます。今日は見学会なんで、まあそこまで人数いっぱいいないと思うんですけど、今日は自分のお店の名前で初めて出すんですよね。今までは病院に勤めたりしてたんで病院の名前で、出したりしてたんですけど、もう自分のお店の名前で出すっていうのは今日初めてです。こういうとこもやってるよっていう、まあ認知にもなりますし、まあ気合い入れてやっていこうかなと思います。なんだかんだ言ってでも7分の発表の台本っていうのは昨日やっとできたって感じですね。昨日の夜やったって感じですが、今回はクライアントさんが10回受講してどのぐらい体が変わったと感じたか、その感じた人は何が要因で感じたんかっていうのを、ちゃんと分析解析して、まあ T 検定とか会議上検定っていう、まあ検定があるんですけど、そういうの検定してちゃんと有意差があるかどうか、差があるのかどうかだったりとか、ちゃんと裏付けがあるかどうかだったりを調査してみましたね。まあなんだかんだ言って思い通りの結果にはなったんですけど、やっぱ解析って楽しいですよね。今回は僕が、まあ発表者と、まあ、主演者なんですけど、あとは奥さんが共同演者っていうことで、やらせてもらってますね。まあなかなか見学会自分のお店で出す人っていないと思うんで、最初は採択されんかなと思ってましたけど、されましたね。大体理学療法士の学会発表とかって演者募集してるんですけど、なかなか集まらないみたいで、ほぼほぼ期限延期いつもしてますね。まあしっかりね、こういうとこでやっていくっていうのは別にお金もかかんないことですし、いいことかなと思います。まあ発表演者にも参加費払わすっていうのが学会の大体の流れなんですけど、まあここ別に払わさんでもいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。まあどうやったら演者増えるかなっていうのは、やっぱもっと演者にもメリットがないとなかなか増えないかなって。僕は特にね、認知広げたいだったりとか、まあそういう理学療法の研究、自分のお店をどうアピールしていくかだったり、まああとは、自分のやってることが正しいかどうか分析解析していくっていうところ、あとはまあ単純に、発表するの好きっていうのが一個あるかなと思います。まあね、いろんな人がいるけど、まあ、基本的にはみんな発表するの嫌いなんで、なかなかねこういうのも広がっていかないのかなとは思いますけどね。なんだかんだで、強制的に研究しろっていう職場もあるし、どうなんだろうな、なんかこうどういう形でやっていけば、研究って広まっていくんかなって思うと、疑問が生まれないとなかなか研究ってやる気起きないんですよね。前の職場もそうでしたけど、数値だけ、集めてても誰もやんないんですよ。誰かやるだろうみたいな感じになるんで、まずは興味を持つっていうところは大事なんかなって。まあそれが何かにつながらないと興味って持たないんで、まあ例えば今目の前のクライアントさん、患者さんを良くしようっていうのはみんな結構すぐ思いつくことなんですけど、今後のためになるだったりとか、まあ例えば業務改善もそうですよね。ちょっと1日、まあ、5分短縮できて5分早く帰れるならもうめちゃめちゃやる気起きますけど、だけど繋がらないってなるとなかなかやらないよなっていうのはありますね。まあ今日緊張してるかっていうと、あんまり緊張してなくて、まあ僕も学会発表今何回目だろうな、8回目とかなんですけど、緊張って自分がどう見られてるかって意識すると緊張するらしくって、テストとかは緊張しますよね。自分がどう見られるかなんで、テストだったり試合だったりって絶対緊張すると思うんですけど、だけど今回の発表みたいなやつってどう伝えたいか、どんなのを伝えたいかっていうのをやっていくと、そんなにっていうかもう全く緊張しないですね。どっちかというとワクワクが勝ってるみたいな。結構やっぱそこは大事なのかな。だからどう伝えたいか、何が伝えたいかっていうのを考えて僕はいつも、
発表準備でしてます。もう勉強会もそうです。院内の勉強会だったりとか自分の、お店の勉強会っていうのも、何が伝えたいんか、何を持って帰ってほしいんかっていうのを、自分で思ってると、もう緊張っていうよりはどうやって時間内に収めようみたいな感じに変わってくると思うんで、いやしっかり本当にね、学会発表頑張って行ってこようかなと思います。まあこんなスーツ着ることなかなかないんで、すげえ新鮮なんですけど、頑張ってやっていこうかなと思います。じゃあ会場行ってまいります。失礼します。はい、終わりました。久しぶりにスーツに、マスクってなると結構きつかったですね。今回岡山医療専門大学まで行って、ピラティスのクライアントさんの、まあ、満足度の評価っていうのと、理学療法士の健康促進についてっていうのを発表してきました。いやー、7分間の発表短いなーって感じでしたね。ティーンって鳴らされたのがかなりもう焦っちゃって、いやー大変でしたね。あとはパワーポイントにメモないんで、自分であの iPad でメモ用意してたんですけど、そっち動かしてパソコン動かしてないみたいな、ちょっと変な誤作動あったりして、もうちょっとうまく喋れたかなーって感じでしたけど、まあ質疑応答はかなりいい感じに聞けたかなと思います。でめちゃくちゃびっくりしたのが、岡山県の理学療法士学会、理学療法士学会ですよ、なのにピラティススタジオに勤めてますっていう人が 2,3 人ぐらいいたのかな。すごいことだなって思って、これもう本当に今流行ってるなーって感じですね。でもまあ今回発表の中でも言ったんですけど、もうピラティスじゃなくてもいいんですよ。本当に健康促進になるんであれば、もう全然ピラティスじゃなくてもいいですし、その人の個々に合わせた運動っていうのはアセスメント、なんでそうなるかっていう評価から始まるんで、もうそこの評価さえできれば、もうピラティスだろうがヨガだろうが運動療法だろうが何でもいいんで、しっかりそこがコミットできればいいかなと思ってるっていう感じですね。まああの感じで言うと、まあ僕がこう遠大的にピラティスっていうワードが入ってたから、あんだけピラティススタジオの人いたんだろうとは思うんですけど、いや結構びっくりしましたね。だいたいこう学会発表って質疑応答のタイムで、はい何かありますかって言われた時に、何々病院の何々ですって言うんですけど、なんとかピラティススタジオのなんとかですっていうのが 2,3 人いたんで、もうすごい変わったなーって感じですね。理学療法士学会にも来てるってことは、まあやっぱり意識高い人多いよなーって思います。自分でお店やってる方もおられるだろうし、まあ、自分でクライアントさんを引っ張ってきてる人もいるだろうし、病院にいるとお客さん患者さんなんで、やっぱ病院にはもう必然的に病院が集客してくれて病院に来てくれるので、まあそこはこう集客だったりとか自分のスキルアップってとこは、もしかしたらスタジオやってる人の方が意識してやってるのはあるのかなとは思いましたね。まあ、いろんな人がいます。もう病院でも勉強めちゃくちゃしてる人もいるし、全然してない人もいるし、これはもう僕が就職して思ったのが、理学療法士だからってめちゃめちゃ勉強してるわけじゃなくて、まあ、国家試験はみんな通ってるからそれなりにはあるんですけど、まあ、そっからですからね。社会人になってから、臨床入ってからどうクライアントさん患者さんに向き合っていくかっていうのがめちゃめちゃ大事だと思うんで、クライアントさんに対してどういう現象が起きてて、その人にどうコミットしていくか、それを調べていったりとか勉強していくかっていうのがすごい大事なんで、そこはすごい僕も意識していつもやっているとこではあります。インストラクターの方でもめちゃめちゃ勉強してる人いるし、そこはね僕も分け隔てなく、しっかり勉強してる人は、いいなと思います。僕が病院勤務してて先輩ですげー勉強してるなって人ってあんまり見てないかなと思うんで、すげえなーって感じる人って僕の職場にはいなかったかなーって思うんで、僕が病院勤務してる時から、まあ僕は勉強っていう意味合いっていうよりは、どっちかというとまあその患者さんについて調べるだったりとか、まあ今はインストラクターの養成もしてるんで、まあ勉強会もしてるんで、後輩たちだったりとか、まあ受けに来てくれる方々がどんだけこう理解してくれるか、疑問を紐解けるかっていうところに注釈してるから、すごい自分の中でも噛み砕いて解像度上げて話していこうかなってとこで、まあ調べるって感じですよね。勉強っていう感じはないですね。文献読んだりとか資料作ったりとか、それこそ今ショート動画いっぱい作ってますけど、そういうのやるのってもう本当趣味な感じになってますね。 Amazon プライム見るのと同じ感覚でやってるっていう感じですね。やっぱ、勉強っていうより調べるだったりとか興味でやってるって感じが今大きいかなと思います。今からミドルインストラクターっていう、ベーシックミドルアドバンスっていう、まあ、2段階目のテストの試験官しないといけないんですけど、まあ
ね、今後7月8月もベーシックって言って養成あるので、まあピラティスのインストラクターになりたいって人もそうだし、運動学解剖学しっかり教わって臨床に活かしたいとかクライアントさんを良くしたいとかいう人はもう絶対受けたらその値段以上のものは提供しようと思ってるので、概要欄からチェックしてもらって養成っていうのも考えてみてもらったら、まあ岡山城近くのスタジオ、僕のピラティススタジオでやってるんでぜひ来てください。はい、そんな感じです。このチャンネルでは体の悩みだったりとか、あとは運動学ですね、しっかりどうやったらこういう運動になるよとかいうのを、発信してるチャンネルになってます。で、体の悩みがある方は、ここ岡山城近くでピラティススタジオ運営してますので、概要欄にホットペッパーミューティーの予約リンク貼ってますので、ぜひ何かあればご予約いただければと思います。今日の動画いいなと思ったらいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、学会発表お疲れ様でした。また何かいい学会発表あったら出ていこうかなと思います。はい、そんな感じですね。今日は終わります。失礼します。